その双方の向きを変えまして、これよりファイナルクォーター、第4クォーターに入ります。試合時間残り12分です。ゴールデンファイターズ自陣23ヤードからサーダウン13。この蹴りパスで突破を図りました。ターゲット20番、しかしキャッチできずパス不成功でフォースダウンに変わります。山ちゃん様メッセージありがとうございます。クォーターの更新を誤っておりました。現在フォースクォーターになっております。ゴールデンファイターズフォースダウン13、パントフォーメーションを取ります。ここでトラブル発生。ハンターこのスナップをジャックにしました。なんとか抑えて蹴ろうとしましたが、そこに翔英のディフェンス陣殺到、結果的に蹴りやすくできず、その位置で攻守交代となります。攻撃権は相手チーム翔英に変わりまして、翔英は相手陣13ヤードからの攻撃に変わります。非常に大きな局面を迎えております。翔英相手陣13ヤードからのファーストダウンテイ、パス成功、ファーストクォーターバックにはディフェンスシャットする中、素晴らしいステップワークで右流れ、そして中央切り込んでワイドレシーバー15番にパスを通し攻撃権更新です。ショーエルザーズファースト、素晴らしいパスを通したのはクォーターバック2番山西、それに応えキャッチしたのは15番の西尾でした。さあこれによりまして相手陣1ヤードからのファーストアンテン、実質はインチの状況でのファーストアンテンゴールです。中央のランタッチダウン、この距離をランニングバックに託しました。33番ハンドフォーを受けまして右オフタックル突破、そのままエンドゾーンに体ねじ込みタッチダウン。翔英タッチダウンを上げまして6点加えまして逆転となりました。そしてトライフォーポイントに入ります。そしてこのトラフィーポイントキック決まりまして1点追加、ゴールデンファイターズ21点、失礼しました、ゴールデンファイターズ14点、翔英ブザーズ21点で逆転となりました。まさに大きな局面となりました。先ほどからパントシチュエーションにおいてミスがありました。ゴールデンファイターズここでも大きなミス発生しまして、その隙をつきましてゴールデンファイ、翔英が逆転に成功しております。さあしかしまだ試合は終わっておりません。残り時間10分40秒あります。ゴールデンファイターズこのキックオフリターンからその攻撃の起点をつくらんというところでしょう。翔英のキックオフに入ります。
さあリターンに入る。左オープン展開を図りまして自陣32ヤード付近を確保しております。この位置からゴールデンファイターズの攻撃に変わります。今日一見と谷が素晴らしいリターンを果敢に完防いたしました。さあ自陣32ヤードから反撃に入ります。ゴールデンファイターズファーストダウン10。現在リードは許しましたが、しかしオフェンスはできております。ゴールデンファイターズ、パス不成功。クォーターバック12番プレッシャーかみながら右に展開して87番にパスを投じましたが、このパスは通らずパス不成功となっています。ゴールデンファイターズセカンダウンに変わります。ゴールデンファイターズセカンダウン10。QB サーククォーターバック12番パスを投じようとステップを踏みましたが、しかしその隙を突きまして翔英69番が QB サーク、パスを投じる前に仕留めサードに変えます。QB サーク決めましたが翔英ブザーズ69番オーバイ。ゴールデンファイターズサーダンイレブン、パス不成功。クォーターバック11番右に展開した22番にフレアパスを投じキャッチアンドラン図らんというところでしたが、パスコントロール定まらずフォースダウンに変わります。ゴールデンファイターズフォースダウンイレブン、パントフォーメーションを取ります。ボールは昭栄陣20ヤード付近でボールデッドし、攻守交代となります。さあ今度は陣地押し返す形には成功いたしました。昭栄自陣20ヤードからの攻撃となります。昭栄自陣21ヤードからのファーストアウト。パスを見失っておりました。奥に走り込んだ16番へのロングパスでした。しかしこれはディフェンスカバーよくパス不成功となっています。翔英セカンダウン10。
先ほどの反則はどちらのチームにあったでしょうか。翔英更新です。翔英ファーストダウン獲得となります。翔英自陣36ヤードからファーストダウン点。ランニバックは33番密集点突破を図りましたが原因は1ヤードです。キャリア33番は水口です。翔英セカンドダウン9、はい、翔英自陣49ヤードからファーストダウン点。ハンドオフをフェイクしまして中央へダンプへ、オプションプレーだったと思われます。この判断によりましてクォーターバックには9ヤードのゲインを果たしましてセカンドに変わります。鮮やかな判断で攻撃を大きく前進させましたのはクォーターバック2番山西です。翔英セカンドダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣42ヤード。ファーサー翔英ここでドロープレーを投入しました。パスに見せかけランプレーを入れます。このカウンター決まりましてランニングロック33番見事に攻撃権更新です。翔英ブラザーズファーサー、ここでホイッスル。負傷者が発生したためレフリータイムタイムアウト入りましたが試合再開です。さあ翔英相手陣37ヤードまで下がりました。この時間翔英ファーストダウン10。さあ翔英がランプレーを展開しまして現在じわじわと前進進めております。ゴールデンファイターズこれを止めることができるでしょうか。反撃の機会を得られるでしょうか。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。
さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。の反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。10ヤード抜体となります。さあファーストダウン20となりまして試合再開。ショーウェイブルザーズボールオン自陣47ヤードからの攻撃です。ドロースクリーンでドロースクリーン、相手フェンス集中集中、パス不成功、パス不成功の判定です。クォーターバック2番下がりまして、ワイドレシーバー5番にパスを投じましたが、このパスは不成功、セカンドダウンに変わります。ショーへセカンドアントリー。ここでノープレー投入しました。裏をついて中央突破を図るというプレーでしたが、しかしこれは踏みとどめます。サードに変わります。さあ負傷者の対応ありましたが試合再開です。ショーへサーダン15番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。ショーウェイブザーズファーサー、素晴らしいアクションでパスを通じましたがクォーターバック2番山西、それを見事に期待答えキャッチしたのは15番の西尾でした。ショーウェイ相手陣17ヤードに入りましてのファーストダウンテン、ここでディフェンス見せます。ダンプレー突破を図りました翔英、しかしこれをゴールデンファイターズディフェンスが踏ん張りまして約2ヤードロスに変えています。番号の確認難しかったですが、おそらくは59番の西林だったと思われます。ゴールデンファイターズもディフェンス突破口を見出すが、突破できる、それを突破できるか翔英、セカンドダウン12、
さあ9位自ら行った、ハンドオフをフェイクし自らキープ、中央に体をねじ込み約3ヤードゲイン。翔英サーダンナイ、しかしこれはゴールデンホイーターズとどめています。ここでホイッスル、翔英フォースダウンに変わります。ここでゴールデンファイターズが後半1回目のタイムアウトを取りました。失礼しました。2回目のチームアウトになります。1回目のチームタイムアウト。失礼しました。ゴールデンファイターズ後半2回目のタイムアウトを取りました。ファイターズとしては何としてもここを抑えたく、ディフェンスでタイムアウトを取ります。残り時間を考え、逆転の可能性を考えてのタイムアウトでもあります。ボールスタートで、ボールスタート、さあ試合再開です。翔英フィードゴールになれば、を狙います。キックレングス31ヤード、攻守交代になります。さあこれでゴールデンファイターズ同点、そして逆転の可能性が残りました。現在の得点差は7点です。このシリーズでゴールデンファイターズが勝ちたいので、フィードゴールを、トライフォーポイントのキックを決めますと同点、そのトライフォーポイントで2ポイントコンバージョンで2点獲得すれば逆転の可能性がまだ残っております。その可能性が残っているのは1分40秒、残り100秒の攻防戦となります。さあゴールデンファイターズ自陣20ヤードからのファーストダウンテ、クォーターバックパスを投じんと下がりましたが、ディフェンスのカバーありましてスクランブルしました。しかしここでホイッスルが吹かれております。チームタイムアウト、ゴールデンファイターズ後半3回目になります。ゴールデンファイターズここで最後のタイムアウトを使いました。タイムアウトをかけまして試合再開となります。ゴールデンファイターズセカンドラウンセブンでの試合再開、試合時間残り1分30秒、パス不成功、中央切れ込んだワイドレシーバーへのパスを投じましたが、しかしこのパスキャッチできず、パス成功サーダンに変わります。しかし前パスは失敗ですと時計は止まります。試合時間残り1分23秒、
ーデンファイターズサダンセブン。入ります。ランナー使いですよ。時計回る。さあプレーを組んだフォースダウンギャンブル。さあゲインしたがどうだ。攻撃権更新、ファーストギャンブル成功。非常に厳しいプレーでした。しかしここでクォーターバックなんとかそれをかわしてパスを成功させ、レシーバーこれを攻撃権更新、攻撃継続につなぎました。ゴールデンファイターズファースター残り48秒、ファースター打ってパス成功、ファースター攻撃権更新続きます。チェーンがセットされました。時計があります。さあ時計回った。ここでパスを叩きつけスパイクします。これによりパス失敗となり時計止まります。ダウンは1つ失いセカンドダウンになりますが、試合時間残り37秒で時計止まっております。さあ残り37秒の攻防、ボールオンは今ゴールデンファイターズ陣47ヤードほぼハーフウェイ。ゴールデンファイターズセカンドダウン10。さあここでイエローフラッグが投じられている。果たしてどちらの反則か。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手掴んでおりましたが、しかしこの反則を勝利は取りません。プレーを有効とさせまして、先ほどは QB サックを有効とします。従いましてサードダウン23、そして時計もあります。パスは取っている、しかし攻撃権更新になっていない。放送に変わる。時計もある。パス不成功。試合終了となりました。試合終了となりまして、ゴールデンファイターズ14点、ショーエンブレザーズ27点、2024ジュニアトーナメント決勝戦優勝はショーエンブレザーズとなりました。ジュニアトーナメント初優勝を飾りました。ただいまより表彰式を行います。両チームの選手の皆様はサイドラインに停止してください。素晴らしい決勝戦でした。見応えある戦いでした。こういった応援ありがとうございました。ゴールデンファイターズ素晴らしい戦いでした。これより表彰式に移ります。これより表彰式に移ります。
優勝しました昭栄ブザーズに優勝杯を渡しますのは NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の理事である島井様です。昭栄優勝おめでとうございます。MIP はゴールデンファイターズワイドレシーバー10番北川に受賞されました。同じく姉妹理事から MIP 盾が受賞されます。おめでとうございます。優秀選手賞 MVP です。ジュニアトーナメントの MVP は昭栄ブレイザーズラインバッター43番の三上優選手。 MVP はチームキャプテンで、そしてファンドリッカーバータッチアン来ました。43番の三上が受賞いたしました。同じく姉妹コーデに姉妹理事から MVP の盾が授与されます。おめでとうございます。改めまして昭栄ブザーズ優勝おめでとうございます。表彰式を終了いたします。本日は最後までご参加いただき誠にありがとうございました。苦しい時期もありました。ご来場の長く X3 の会に低迷している時期もありました。それを乗り越えての優勝です。おめでとうございます。しかし見事な戦いでした。秋に向けての素晴らしい時期、そして優勝争いを狙えるその素晴らしい力を披露しました。秋に期待したいと思います。ナイスファイトでした。かつてこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の手にこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは、愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並みる強豪たちに挑み、倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだそのまま突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするのかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。
今この FC 型市はこの、非常に華やかな開花開校の春を謳歌いたしました。やがて彼らはこれから、鍛錬研鑽の夏に入ります。そして本番となります試練激闘の秋にその答えを見出そうとします。その果てに今回の地を手に入れることができるのは果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつこの配信は終わらせていただきたいと思います。多くの方々もチャット欄でメッセージありがとうございました。これらのメッセージは必ず両チームそして FC リーガーに対して大きなエールになると思われます。これからもぜひお願いいたします。そして長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。その配信を実施いたしましたのは私道楽やりちゃでした。またこの配信ではその最中におきまして現在闘病中にあります小児がんのお子様がと、心配に思う中学生が立ち上げたクラウドファンディングをご案内させていただいております。説明概要欄にその詳細が記載させていただいております。クラウドファンディングの URL がございます。ぜひこちらをご一聴ください。そしてその意ございます方はぜひご助力ご協力をお願い申し上げます。本日の配信は私道楽や記者が実施いたしました。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。